ちは、高橋由紀と篠原雅史です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマは愛しの佐藤博一ということで、この番組でも佐藤さんの曲はたくさん篠原さん演奏してきたんですけれども、今回は小組曲四季をお届けします。四季というと日本らしい感じがしますけど、佐藤さんらしい曲っていう感じがしますよね。そうですね。四季で有名なのはね、皆さんご存知ヴィヴァルディの四季、それからそれになぞらってピアソラという人が四季、やっぱりフォーシーズンを書いています。やっぱりね、作曲家が生まれた国にこの季節の移ろい四季がないと作曲家の人はイメージが湧かないのでね、非常にこの佐藤くんの四季というのも日本の四季をとても感じさせる素敵な組曲なんですよ。さて、そのそれぞれがね、短い曲ですけれども、それぞれ練習、こういうことを練習してくださいねというようなね、課題も温かく書かれています。まず春から始まるんですけれども、開放弦を使ったポジション移動、これはギターを弾く人にとってはね、こういうことを気をつけてやりましょうという。それから夏というのは4声の和音ね、なんだか難しいこと言われてるようですけれどもね、非常にこう暖かい和音で包まれた曲。そして秋、オクターブ違いのフレーズということで、同じフレーズを弾いたら次にオクターブ低いところで同じフレーズを弾くというような風に作られています。そして最後の冬というのは、情景がとても目に浮かぶような曲で、重音のスラー、そしてテンポの変化とスラーを伴うアルペジオ、テーマをちゃんと指示されているんですね。ではそちらを意識しながら聴いてみてください。佐藤博一作曲、小組曲四季、どうぞ。Thank you.
佐藤博一作曲、小組曲、四季でした。いかがでしたか？やっぱり佐藤さんらしい、すごく優しくて素朴な曲でしたね。そうなんですね。はい。ぜひ皆さんも弾いてみてください。はい。ということで今回は佐藤博一特集でした。次回は来週日曜日に配信します。皆様ぜひチャンネル登録お願いします。Twitter、Facebook もチェックしてくださいね。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。